はい、皆さんこんにちは。 KNN 神田俊明です。今日はですね、ブログ TV の収録10月の20日です。今日はね、ゲストにね、ダニーチューさんというですね、非常にユニークな方がおられるんで、今日紹介してみたいと思いますが、ダニーさん、いました。もうなんとですね、マイクロソフトのライブ、 Windows ライブのね、担当者なんですけども、見てください、これです。じゃーん、ダニーさん、こんにちは。今日よろしくお願いします。ストームトゥルーパーですよ。これかっこいいんですね。いやー、これは、はい、あ、はいはいはい、はい、ですね、 SD カードのやつですね。かっこいいですね。はい、こう、今日よろしくお願いします。これ中どんなになってるんでしょう。中はちょっとかぶってみましょうか。こんな感じですね。はい、こういう風に見える、青く見えるんですかね。そう、そうですね。なるほど、よろしくお願いします。お願いします。さあ、ということで、こちらですね。はい、あれ、カオルさん、今日は秋っぽい、いいですね。何を言ってもブーツがいいな。あ、出ました。サイケデリックブーツの、おかずにしたいと思います。メンバーになります。何ブーツだし、サイケデリックブーツ、あのメンバーなんですよ。ポール神田サイケデリックブーツ、そうのメンバー、ポール神田、はい、そしてキャティーポールです。両方ともファーストネームなんだそれはい、ということで、はい、これから今日からですね、このカウンターがですね、29分でドンピシャで終わるというですね、生番組っぽくなりました。こういう感じです。そして、はい、ただいま取り組んでます。真剣です。ふみちゃん、リハが一番大変です。リハが大変です。あ、どうぞ。はい、いつも、まあ、マイクありがとうございます。とんでもないです。いつも失敗です。とんでもないです。いつもね、こうやってお世話になってます。お名前をお式で、長井君です。長井さん、はい、この目線ですね、これ業界の方は。え、違うんですよ。なかなか私のこの目線できない。つい乗せられてしまいました。神田さんのカメラには、カメラ神田さん見ちゃう、私。すごい、プロ意識を感じた。ただいま9時20分、はい、もうリハやらないと時間なくなっちゃいますね。はい、ということで、リハーサルに入りたいと思います。はい、じゃあ、カオルちゃん、フミちゃん、今日もよろしくお願いします。